ごきげんよう、マイケル君。今回のミッションは3つのアイテムを紹介し、次なる遠征に備えることだ。ダレックス。ジープ。ドレス。マリです。今日は3つのニューアイテムを紹介します。まずはタレックス。グラサンと何が違うのか見てください。美肌モードで撮影したシワのない私の顔、レンズを通すとシワがはっきり映ります。反射を抑制する雑光カットフィルターの効果、これがタレックスの偏光レンズです。釣りのシーンにおいては水面のきらめく反射を取り除き、水中の様子がよく見える。レンズカラーは関東の濁りある水中を見るのに明るめのイーズグリーンを選択しました。そしてマイケルはゼグーの偏光グラスを選択。フィッシングやアウトドアのフィールドで有名な偏光グラスの専門ブランドです。同じくカラーはイーズグリーン。それぞれ公式ウェブにて詳細をご確認くださいませ。背びれが付きなので、すごいよく見えます。よかったです。これにしてみます。こちらがレンズクリーナーになりまして、はい、スプレータイプになっておりますので、手入れに使っていただけます。で、中身がなくなりましたら、はい、浮気メガネでは無料で補充をしてもらって、容器だけお持ちいただければ。一応全体のメガネとしましてはプラスチックですので、傷と熱に弱い性質がございますので、お車のダッシュボードに置きっぱなしをなさったり、お湯で洗ったりしないように気をつけていただければと思います。 あとは液晶画面と少し干渉し合ってしまった場合は、サングラスちょっと外していただいてご覧いただければ大丈夫です。でも見えないです。そうですね、ありがとうございます。あ、マイケルでございます。ニューアイテムジープ。さあこれをどうするか。バリアブルカートジープ。封を開けていきましょう。よいしょ。やっぱーん、こうこうタイヤが出ます。はい、倒します、広げます、起こします。こんにちは。そしてここに何をするかというと、お待ちかねのじゃん、くっついた状態ですよね。出ようぞ。はい、当然ここにゴムをビューン、ガチャ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 、これをこれから回帰。かっけえな、おい。めちゃくちゃかっこよくないですかこれ。先輩大のお気に入りになっちゃったよ。俺年中これ持って歩きてえよ。これかっけえよ。で、かつにゃー、こういうこともできます。かっけえ。あ、これ帽子かぶんだしちゃったな。かっけえ。俺めちゃくちゃ気に入っちゃったよ。あれどうしよう。あれ傷ついた、我慢できて。みんなもどうだい。次は部屋だぜ。ぬいーん。箱はでかいですね。ロッドケースです。ドレス。さあ開封をしていきます。で、まあ一応これから遠征のことを考えて、ちょっとハードケースをと思って買いました。いや、うわかっけー。竿がね、だんだん増えてきちゃいましてね、今まで使っていたアブガルシアが結構満帆になっちゃいましてね、もう少し大事に扱おうと思って。じゃーん、ドレス。まあ一応名目はソフトハードケースになってますけども、かなり丈夫です。 2.0
にゃーん、こうやって持ちますね。ケツの方にネットがついてこぼれない。そしてここ竿が何本収められます。中も柔らかくなってます。僕の身長と150なんで、僕の身長と僕170あるんで、ということは頭が20センチあるってやることか。ライトゲームではそのくらいあれば十分かな。ジャックジャック、あオス、こっちメス、ガッシャーンでくっつく。かっちけー。今まで使っていたアブカルシア、あーもう甘いも酸っぱいもこのロッドケースと一緒に過ごしてきたんだよ僕は。竿を入れましょう。シマノエクスチューン、シマノソアレ XR、 コルトツタンティップ、そしてこれティクトビフォー、あの名前忘れちゃいました。8フィートの円筒用のやつです。ビフォーです。それを入れます。こういうのってやっぱり長いものが入れなきゃダメなの。これ余裕ですね。そしてチャック閉めます。カチャカチャ、ワン、この後すぐさあ出発だ。お待たせしました。鹿児島に